ヒルビル放送局 M キャストのマコネです。今日はですね、ちょっと出勤が早くて終わるのがちょっと早かったで、昨日の発信、昨日の分ね、ちょっと自分で編集しながら聞き直して、やっぱこの風の中でおしゃべりしながら歩いてで、まあ、風だけだったらね、ちょっともうちょっと工夫の仕様で、なんかやりようもあると思うんだけど、車の音はどうしようもないから、ちょっと帰り歩きながら、収録するのはちょっと難しいかなって、正直思ったのよ。うん。でも、行く時と帰りで、やっぱりちょっとね、気持ちのスタンスが違うから、まあ、メリハリつけて収録するのは楽しいなと思ったのね。そう。やっぱね、私の中の二面性があって、すごい男性的な部分と女性的な部分があるから、やりたいこととか夢とか興味あるものも、結構、真っ二つのところもあるし、まあ、似た通ったとかのところもあって、そこら辺さ、一つのポッドキャストだと、なんかさ、ごっちゃになっちゃうんだね、喋ってる私も。そう。まあ、それで、それだったら、ダイエットウォークと、エミキャストを別々、ダイエットウォークの方は男性的なテーマを中心に話して、エミキャストの方は女性的なテーマを話したらいいかな、なんて思ったの。で、できれば、ダイエットウォークの方は、朝6時、6時に発信したいし、エミキャストの方は、午前中には発信したいのね。うん。で、午前中に発信したいっていうのは、別に午前中だからどうだってわけじゃないんだけど、どうなんだろう。もしかしたらお昼の13時とか2時ぐらいの方がいいかもしれない。そこら辺はちょっとね、今考えてるんだけど、まあね、やっぱ発信していって、データ見ながら、まあ修正は必要だと思うのね。うん。ただまあデータが、しっかりね、データになるようなデータが集まるほど視聴数を今取れてないから、まあまずそんなに慌てることはないと思ってるの。で、まあ、車の音とか風の音が無理だってなると、じゃあ収録どうしようかっていう話になるじゃない。そうすると、やっぱりさ、家に帰ってきてからかなって思うのね。そう。まあ、今はね、ちょっと早めに仕事が終わって、私の大好きな水の、サバの水煮が今日ね、缶詰がね、ちょっと安く買える日だから、スーパーに寄った時に、本当はね、9時20分ぐらいに着く予定が、もうなぜかさ、8時45分ぐらいに着いちゃって、まあ、やることないからさ、やることないから、とりあえず今、あんまり車の音が入らなそうな、ちょっと日陰に入って収録してます。うん。まあ、一旦途中で中断して、後でまた、途中から、なんてこともあるかもしれないし、改めて再収録するかもしれないけど、まあ、今日はここからスタートです。まあ、そんなわけで、うん、今日のテーマは何かっていうと、今日のね、朝のダイエットウォークは何話したんだっけ？そう、山ガールになりたいんだよねっていう話をしたのよ。うん。私のお父さんが、機械社の山岳部の部長さんで、で、お父さんと、お父さんの仲間たちと一緒に、小さい頃よく山に行って、その山を登った時の達成感がすごい好きでさ、なんて話をしたの。うん。だから、今は、山ってもうほんと年1、2回しか行かないし、そんな高い山とか、ほんと近所の山しか行かないけども、本当はね、あっちこっちの山、ほら、日本100名山とか200名山とかあるし、海外にもね、私みたいな素人でも登れそうな山もやっぱあるし、で、私は写真家だからさ、大きい、割合とね、大きいカメラを持って、機材も詰め、そう、行って写真撮りながら、そこですれ違った人とかにね、声かけて写真撮りながら、いろんな山を旅したいな、なんて話をしたんだよ。うん。そう。で、今、これから始まる M キャストは何を話しようかなと思ってたんだけど、そう、これはね、私にとってのもう一つの永遠のテーマ。そう、まあ、ダイエットと同じぐらい、私の心を悩ませてるテーマなんだけど、
まあ、何かというと、おけけですよ、おけけ。脱毛。と私はね、このね、ポッドキャストで言うのは本当に恥ずかしいんだけど、すごい剛毛なの。うん。本当に、一週間いいかな、一ヶ月ぐらい、多分ね、何もしなかったら、もう全身毛だらけ、みたいな。そうそう。白くないだけに、メスゴリラと勘違いされるくらいの勢い。そう。白かったらイエティかなんかに間違えられるんじゃないかってぐらい、剛毛でさ。まあね、なんかね、剛毛なくせに、もうすごいくだらないさ、恥ずかしがり屋さんでさ、変なプライドがあったりして、脱毛サロンとか、恥ずかしくて行けなかったのよ、今までずっとね。うん。で、今行く、これから行くさ、スーパーにもさ、男性専用の脱毛サロンがあるんだけど、なんだろうね、なんかね、男性専用って言われると、なんか抵抗があるんだよね。だからって、女性の脱毛サロンはなんか恥ずかしくていけないみたいな。どうしようもないでしょ。本当に。そうそう。だから家でこっそりできるような脱毛器とか、買ってみたことあるよ。買ってみたことあるけど、まあね、本当さ、なんだっけ、ガリガリガリってさ、もう本当毛を抜いていくタイプとかさ、そう、やったよ。私がさ、自分でスナックやってた時は、やっぱりね、口の前のヒゲが本当嫌で、ガリガリっていうさ、脱毛器、いつもさ、使って、あれでヒゲやってたもん。そう、口ヒゲね。もう痛くて涙出そうだけど、でも、まあ、したらしたでやっぱね、つるってなるじゃん。そう、何日かは。そう。だから毎日やってたからさ、まあまあまあ、その頃はね、毎日やっててやっぱ太い毛生えてこなくなるわけよ。そう。まあ、またそれを振っとくと、太い毛になっちゃうけどね。まあ、そんなことしたりとか、本当あとデートのためにもう全身気まなく、カミソリで、剃りまくったりとかね。でもさ、カミソリで剃るとさ、なんかもう毛が埋没しちゃったりとかさ、チクチクしたりさ、もう赤く腫れちゃったりしてさ、やっぱりじゃん？うん。で、脱毛のやつみたいなのもさ、興味あったんだけど、なんとなく怖いのね。そう。なんとなく怖いの。うん。そう。だから、なんか脱毛ムースとかやったことないんだけど、そういうのを、本当はさ、永久脱毛したいなって、やっぱ思ってるわけよ。でも、その中にはさ、やっぱさ、ホルモン注射って私の中でさ、なんかずっと引っかかってるんだけどさ、うん。まあ、ホルモン問題をさ、飲んでた頃もあるんだけど、やっぱりね、相当覚悟しないとできないものではあると思うの。うん。ほんと。ホルモン剤飲んでるだけで体調悪くなったもん。そうそう。だから、男性ホルモンと女性ホルモンが体の中で、バランスが崩れるわけだから、やっぱりバランス崩れるのは当然なんだけど、それなら、たまたまとおさらばしてから、しっかりホルモン注射打ちたいなっていうのがずっとあって、それならばやっぱりダイエットが先だよねっていうことがあったんだよね。でもダイエットもやっぱ続かなくてさ、で、今まで来たわけじゃん。そう。だからこそ、私のダイエットって、私のこれからもうさ、いいじゃん。確かにね。恋愛とかも大した興味ないしさ。そう。そう。恋愛とかまあ、私どうでもよくなっちゃったしさ。まあ、もともとそうだったんだけどね。まあ、そう、これからさ、女性としてさ、やりたいことっていうか、女性としてっていうか、私としてやりたいことはいっぱいあるんだけど、それを積極的にやっていくには、私の今の体じゃダメだなっていうのがあって、そう。性別関係なくね、この体重もそうだし、そのお経験の問題もそうで、そう。だからこそ、ここでしっかり体重を落として、で、お経験と、向かい合える環境にしていきたいなと思ってるのね。そう。で、これまでもね、やっぱり脱毛器とかさ、勧められたことあるんだけど、まあ、そもそもね、脱毛という悩みってさ、ぶっちゃけでかい声で言えないと思わない？私は言えないのよ。うん。だから、積極的に脱毛にお金をかけたこともなかった。うん。やって、コツコツ、そう、
毛抜きで毛を抜くみたいな。そう、それも、毎日やってると飽きちゃって、だんだん手抜いちゃって、そう、最初の頃の私の、動画とか見た人は、まあ、眉毛すらボーボーだ、みたいな感じでしょ？うん。そう。で、まあ、そんな感じだったから、やっぱりね、脱毛に関しては、なんとも言えないね、もうその執念みたいのがあるのね。そう。うん。まあ私がさ、ずっと心に残ってるのは、まあダイエットと脱毛と、まあ、体重の問題とね、脱毛と、写真だね。まあ写真はね、ほら、私さ、文章コミュ障でさ、もう本当に、なんだっけ、コメントいりませんって書いてるぐらいだから、そう、文章でもらったのを文章で返すの本当に苦手なの。そう、それだけに私にとって、人とコミュニケーションできる手段として、やっぱ写真とか絵って必要だったんだよね。でもさ、絵も好きだと、私ね、写真よりずっとね、小さい頃は絵が大好きで、もうね、絵ばっか描いてたの。そう、でもね、なんか、子供の頃はさ、小さい頃っていうか、まあ、小学生、中学生の子、小学生ぐらいはさ、自由に描かせてもらえたじゃん。そう。中学校になると美術のさ、美術とかの授業でさ、これを描きましょう、あれも描きましょうって言って、そのテーマに沿って描かないとさ、評価されないじゃん。そう、そこら辺から絵描くの嫌いになっちゃったんだよね。うん。自由に描けないから。描きたいものは描けないっていうか、もう苦しくて。だから、まあ、美術部とかもさ、入らなかったし、絵も描かなくなった。そっからね、もう一回絵を描く、積極的に描いた時期もあったんだけどね。そう。まあ、私の絵、いずれ、ポッドキャストのね、中でもご紹介したいと思うのね。うん。まあ、それでまたダイエット、脱毛の話に戻るんだけど、じゃあ、これからどうしていこうか。まずダイエットをしてっていう、その先はどうしようかっていうのは、また後でお話したいと思います。ちょっとね、スーパーが開く時間なんで。うん。まあ、一旦休憩です。マコネです。ちょっと休憩のつもりが、ちょっと休憩のつもりで、まあ、スーパーから、水、サバの水煮を買って、帰ってご飯食べて発信を、再開しようと思ったんだけど、あれから2時間半以上経ってます。スーパー行ったらね、いつも火曜日は90円セールで、今日収録してるのは火曜日なんだけど、そう、90円セールってことで、90円セール専用のボックスがあって、そこにいろんなものが入ってるんだけど、そこの中にね、最近は、サバの水煮の、まあ、そんなに大きいのじゃなくて、まあ、料金としては妥当っていうか、ちょっと安いかなぐらいなもんなんだけど、そのサバの水煮を買ってきて、私がさ、いつも最近食べてる、お味噌汁中心の、野菜煮の中に、ポコロって入れてさ、その出汁をもとに、野菜の煮物を作って食べるのが、この最近の塩味でね、塩味で。うん。最近のめちゃくちゃ火曜日の楽しみだったのに、今日はサバの水煮がそのボックスに入ってなくて、まあ仕方ないから普通の缶詰コーナーに行ってみたら、前、1、2年前はなんか、ねえ、120円ぐらいで普通にどこでも売ってたような、サバの水煮が気がついたら200円ですかみたいな。200円でも安い方ってどういうことみたいな感じの、絶望感を感じて、で、サバの水煮を諦め、で、あそこのスーパーは地元のね、地元っていうか、まあ、近隣の、農家の人の持ち込み野菜コーナーみたいのがあってさ、その野菜コーナーも、普通にスーパーで並んでる野菜とは違って、ちょっとね、安いんだよね。そう。スーパーに並んでるよりも、ちょっと高いってのはわからんでもないような話なんだよ。プレミアムがついてさ、近所の、農家ののが。でもまあ、スーパーに並んでるより安いの。私はね、同じ値段だったら、地元の、農家の人が作った野菜を買うよ。そう。で、そこは、
20円も30円も違ったら、もしかしたら安い方を買うけども、まあ実際にスーパーで売ってるその農家のね、この近隣市町村のさ、農家の、野菜コーナーの野菜の方が安いの。うん。安いし、量も多いしね、量も多いっていうか、種類、量も多くて、まあ量が多いからさ、やっぱね、ロスが出るのね。うん。で、野菜ってさ、まあ、長持ちしないじゃん。で、ロスが出る、ま、と、ごめんね。ご飯食べたばっかりで。ロスが出そうになると、やっぱね、ちょっとまた値段下げてくれるのよ。で、ちょっと傷んだところとかカットして詰め直してあったりとかするので、私はね、それを、探して買ってくるの。で、私、野菜中心だしね、普段食事はもう、7割、8割野菜しか食べてないから、そう。だから、まあ、安いに越したことないよ。うん。杉本農場からもらってるのもあるけど、やっぱりスーパーで買ってるのもあって、もう一つ、こっからね、歩いて10分ぐらいのところに、無料、街中なんだよ、街中。普通に街中。イメージするところの、渋谷みたいな感じ渋谷ほど人は多くないけど、シャッター街だけど、まあ、渋谷みたいな雰囲気のところに、ポツンと無人野菜売り場があるの。そう。まあね、不動産屋さんのお父さんが趣味でやってる野菜を、その不動産屋さんの物件、持ってる物件の前で無料販売所って感じでやってるんだけど、うん。いつも朝8時か9時ぐらい持ってきて、残ってる野菜をいつも4時ぐらいに持って帰ってるんじゃないかな。何回か出してるの見たことあるんだけど、そう、そこがね、またね、一袋100円で、あれだよ、スーパーで買うよりは安いな。たださ、私普段からさ、現金持ち歩いてないからな。もう、無人販売所って、まあ、基本現金じゃん。だからね、なんか、あそこ用に現金を用意しとかなきゃと思うと、なんか、いつもなんか、ええー、とか思いながら、あまり行かないんだけど、そう、そこの、不動産屋さんの無人販売所が、まあ、ここら辺ではね、安いよね。うん。で、こっからさ、歩いて、またね、10分ぐらいのところで、月、5の月日だから、1日、5日、10日、15、20、なんだっけ ?20、うん。結構あるな。月何回か、そう、1、うん。5と1以外、5と1だから、うん、5と1ね。5と1っていうの。5と10の日にやってるから。5と1がやってて、そこもね、やっぱり安いんだけど、まあね、1、安いっていうか、1行くとさ、量が多くてさ、そうそうそう。安いかったらまあそうでもないかもしれない。まあでも新鮮は新鮮なんだけど、量が多くて、うちの冷蔵庫ってほんとさ、ほんとホテルにあるちっちゃい冷蔵庫あるじゃん。ホテルにちょこっとある。あんなような冷蔵庫でさ、いくらも入らないわけよ。で、夏になるとさ、やっぱり野菜すぐ傷んじゃうから、まあ頻繁にね、買っては使ってみたいな冷蔵庫に入らないのはどん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 使ってって感じなんだけど、今の時期はね、まだ、冷蔵庫なんか入れなくても、まあそんなに、ものによってはそんなにすぐに傷まないし、逆に袋の中に入れといたりする方が傷むよね。だから新聞紙にくるんで、重ねてあったりとかするんだけど。うん。で、まあ、そうやって野菜食べてます。で、その農家の話に戻るの。今日ね、そう、わかるよ。脱毛の話してたんだよね。でもね、あれ以上話が広がる気がしなかったの。だから今日は脱毛の話があれ以上広がる気がしなかったから、まあ、どうしようと思いながらスーパーで買い物したら、面白いものがあったのよ。うん。私がね、大好きなものがあった。うん。ウイローっていうかね、見たことないね、葉野菜もあって、葉物野菜ってさ、やっぱ、この時期多いのかな?うん。なんかいろんなのが出てるじゃん。私ね、葉物野菜ね、見たことない、食べたことないものを買うのが大好きなの。うん。そう。だから、スーパーでも、いつもあるような、人参はまあ私結構買うけど、人参キャベツは買うけど、まあ玉ねぎも買うけど、まあ定番は買うけど、でも基本的には、見たことないものを発見すると必ず買う。しかも、
ここら辺の人って言ったらちょっと失礼かもしれないけど、まあ、日本人って言ったらそうかもしれないけど、ここら辺の人ね、あんま珍しいもん買わないわけよ。そう。だから、ちょっとね、あんまり見ないような珍しいものって割合とね、残ってて、お勤め制になってて、20%、30%、30%、半額になってる時もあるな。こんだけ入ってこれでいいの?みたいな値段の時もある。うん。今日のね、見たことない葉物野菜のなんとかなってやつのはさ、だから結構入ってて、60円ぐらいだったな。うん。で、お勤め品ってわけじゃないけど、まあ、早いうちに食べてくださいってなってた、わさび菜が、結構入って100円だったな。私ね、わさび菜がすごく好きで、わさび菜を、あと、わさび菜ってわさびのね、葉っぱなんだけど、間違いないよね。たまに嘘ついてるからな。わさびの葉っぱだと思うんだけど、まあ、それをさっと湯がいて、おひたしでね、今日はカツオだしをちょっとかけて、食べたんだけど、いやー、美味しいね。美味しい。まあ、私の心の中ではね、なんか天ぷらも食べたいなと思ったんだけどさ、まあね、まあ私、最近さ、脂質ってさ、まあ、オリーブオイルか、エゴマ油しか食べてないからさ、まあぶっちゃけ、あと、サバ缶の中に入ってる、そう、油か、煮干しも多分油、どうかな煮干しに油入ってるかな、全部油抜けてるような気もするけど、まあ煮干しくらいなもので、まあ、多分ね、脂質の量がちょっと足りないんだよ、私ね。今の食事経過で。脂質がちょっと足りなくて、脂質が足りなくて、便秘気味になるんじゃないかなって思うの。っていうのは、ドーナツ食べちゃった日とか、パン食べちゃった日っていうのはさ、まあ、あるじゃん?私のショートムービー見てると、まあ、勝手に後悔してたりとかさ、するんだけど、パン食べた日とか、ドーナツ食べちゃった日って、めっちゃくね、うんち出るのよ。うん。で、糖質のおかげで出るとはちょっと考えられないし、まあね、うん。だから、多分、脂質が足りてないんだよ。そう。まあ、でもね、私、スイッチ入っちゃってさ、もう、フードファイター並みに食べちゃうからさ。まあ、足りないって分かってても、わざわざサラダオイル飲むわけでもないし。まあ、オリーブオイルは結構あるけど、まあ、オリーブオイルとサラダ油、また全然ね、油ってだけで、違うもんだからね。そう。あれ?ごめん。ちょっと、気が抜けたら、おなら出ちゃいました。もし、超えてたらごめんなさいね。うん。誰もいないから大丈夫。まだ負けてあるし。そう。うん。まあ、それで、わさび菜と、あともう、もっとね、ちょっとくたっとした、もう、ほんと、これは今日買ってあげないと、もう捨てられるなっていうような、なんとかなっていう、まあ、見たことないな。そう。ウイローと、なんか、が混ざったような、なんか、花のつぼみがくっついてたんだよね。ちょっとね、菜の花に似てるような感じのやつで、まあ、それを、バッって入れて、そうそう、その葉っぱのやつと、人参と、そう、今日結構、まあ、いろいろ食べなきゃなっていうのがいっぱいあったんだな。まあ、それで、まあ、ごぼうさんと、そう、私、ごぼうも大好き。うん、ごぼうと、なんだっけな、そう、ネギと、ネギをほら、ちょっと前に、そう、もらったやつ、まだもうちょっと残ってるやつ、うん、よっと食べなきゃなと思って入れて、まあ、生姜とニンニクと、まあ、そんなのバーって入れてさ、味噌味にして食べたんだけどさ。あとね、冷蔵庫なんかさ、去年の、秋口にもらったさ、ナス漬け、ナスのからし漬けがあって、それがね、からし漬けはからし漬けなんだけど、塩麹が入ってるのね。塩麹が入ってるから、まあ、かつい使っていくと、辛みよりもね、甘みがさ、すごい出てて、私はさ、甘味料を、ドーナツ以外で、ドーナツ以外から取らなきゃとか、甘いの食べたいって時は、それを食べてたんだけど、まあ、それがね、もうちょっと残ってたから、まあ、それを全部、
タッパってか別の入れ物に移し替えて、その残ってたビニールの袋の中にお湯を入れて、そのね、あの塩麹を全部溶かして、やっぱあの、スープの中に入れて、あの、まあ、作ったさ。と言っても、まあ、あの、16時間ダイエット始めてから、あの、しっかり、あの、自炊するようになったっていうかな。まあ、一人暮らしの時はね、やっぱね、基本的に私もね、あの、まあ、あの、うんと、お金ない、お腹いっぱい食べたい時ぐらいしか、まあ、あの、自炊しなかったんだけど、まあ、16時間断食始めてからは、あの、しっかり野菜取るために全部、あの、自炊してます。はい。うん。基本的に毎日自炊。そう。で、まあ、今日は、ほんと野菜たっぷり、あ、油揚げも入ってたな。油揚げも大好きなのよ。油揚げは必ず買ってる。今、卵高くて卵買えないからさ。あの、よくわかんないんだけど、私ニュースあんまり見ないから、世界中で鳥インフルエンザが流行ってるわけ？それは大変なことじゃない？そう、まあまあいいや。後で調べてみる。で、卵も、まあブロッコリーもね、キャベツも。ブロッコリーとキャベツって、今が旬じゃん。旬ってもう終わりだ。うん。2月、3月。うん、1月、2月、3月がブロッコリーとか、あのキャベツは旬だから、まあ、ブロッコリーもね、今、安いよね。安い。ブロッコリーの塩茹でも好きなんだけど、あれもね、あの、一口あったら一口みんな食べちゃうからさ。そうそう。なんか、ちょっと、全部食べちゃうってなると、もうちょっと高いもんみたいな、あれな感じになっちゃうよね。うん。まあ、そんな感じで、ばばって入れたら、すごい量になったのよ。そうだね。ちょっと、小盛りの、いやいや、ちょっと小盛りってことはないな。あの、1000円ぐらいのラーメンを2杯分ぐらいな。すごい量になって、まあ、それを全部ペロッと食べたらさ、もうお腹いっぱいになって、あの、ほんと、あ、ちょっと、お仕事しなきゃ、とか思うんだけども、座ったまんま、30分ぐらい経っちゃった。で、やっとの思いで、立ち上げ、だって、パソコンのスイッチをポッて入れたわけよ。これ私のパソコンの机は、あのテーブルっていうか、あの、うんと、棚ちょっと低めの棚の上に置いてあって、立ってやってるんだけど、うん、立ってやってると私は集中できるから。まあ、そうして、パソコン電源入れたときに、そういえばさ、M キャスどうしようとかいう話になり、慌てて、スイッチ入れてみた。そうそう。まあ、そうね。そう。まあ、そんなやって、毎日実践してるんだけど、まあね、誰か一緒に住んでて、うん、あの、3年ぐらい前はね、あの、ほんと、すごい気の利くね、あの、可愛い男の子とさ、住んでたのよ、年下の。うん。そう。私の方がさ、体力あるのに、一緒にスーパーとか買い物に行くとさ、まあ、これ、ね、持ってあげるよとか言って持ってくれるような子でさ、いつも車運転してくれてさ、そう、いい子だったんだけど、うん、でも、まあ、その子とお別れして、今は、あの、一人だから、まあ、まあ、全部自分でやってるよね。うん。ただね、あの、思った。16時間ダイエット始めたばっかの月は、結構いろんなさ、もの買ってもカツカツだったんだけど、まあ、今となれば、まあ、そんな食材とか、まあ、食費にはかかってないよね。思ったほどかかってない。うん。だからまあ、自炊してる分には、まあ野菜食べる量が増えて、バカいいなという感じかな。うん。そう。で、まあ、もちろんさ、食物繊維のものもさ、食べてるんだけど、やっぱりね、あの、なんだろう。まあ、朝一発目の食事にオートミールがさ、ちょっと多めに入ってるからだったかな。なんか、ちょっと、あの、腸の調子が、いまいち上がらないっていうか、そう。まあ、あの、気持ちいいさ、うんちってさ、ふんって力入れた瞬間、ブッて全部一気にダダダって出てさ、綺麗な黄色いうんちに出るじゃない。ああいううんちじゃなくてさ、なんか、あの、ふんってやると、ニュル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 みたいな感じで、いつの間にか、あの、亡くなりましたみたいな感じの、ちょっと残念うんちっぽくてさ、なんか、まあ、腸がしっかり動いてないのか、まあ、筋肉的な問題なのか、ちょっと、私の腸は今ね、まだあんまりそんな調子良くないよね。
16時間ダイエット始めたばっかの時はさ、すごい調子よくさ、毎日同じ時間にブブって出てたんだけど、なんかここ1ヶ月ぐらいは、なんかいまいち微妙みたいな感じの、うんち事情。あれ、この、うん、そうね、あの、お昼時には発信できない内容だね。そう。ね、まあ、今日帰ってきて、ただね、私、YouTube 復帰してから、まあ、普段は、平日は、帰ってきたらもうさ、16時間ダイエットもあるし、断食もあるし、まあ、ご飯食べて、パソコンの前で作業して、なるべく、夕方の3時には寝るようにしてるってぐらいなもんで、休みの日合は、ほとんど、職場と家の往復だけ。うん。そう。大好きなコーヒーも飲みに行ってないし、大好きな映画も見に行ってないし、スタバのみんなはどうしてるかなって、スタッフのみんなはどうしてるかなって思うけども、まあまあまあ、そう。うん。で、まあ帰ってきて、パソコンの前にいるんだけど、まあそんな感じだとね、私さ、お風呂掃除の仕事だから、大した小綺麗な格好してないよ。ぶっちゃけ。もうお風呂掃除の仕事行ったまんま動画撮ったりしてるから、まあ、いつも同じような服着てるなってみんな思ってるでしょ。うん。多分思ってる。思ってていいの。だって他に服も、今洋服持ってないもん。そう。なんかね、ほんとミニマムな生活して、以前もらった洋服とか、私ね、人から洋服もらうの大好きで、大好きなのな。人が、触れたっていうか、着てたものをもらうと、なんかものすごくね、安心するの、つながりを感じて。だから逆に新しい服っていうのはあんまり好きじゃないんだよね。そう、古着が好きってわけじゃなくて、ほんと普通にみんなが持ってる高くても安くてもいいの。うん、私がもらってから何回着てボロボロになってるのも結構ある。そう。で、服もらって着るんだけど、うん、ちょうどね、私がさ、SNS 立ちをしてた3年間の間にさ、そういうつながりは、まあ、どんどん切れちゃうわけよ。切れちゃったっていうか、切っちゃったっていうわけよ。そう。そうするとさ、洋服もらう機会もなくなって、もう徐々に、全部服がなく、服がね、もうね、もうさすがにこれもう着て外歩けないよね、状態になっていった服とかさ、はやっぱりさようならするわけよ。そう、ありがとうねって言って。そして行って、まあ、最後に、残ってたのが、ちょっと私が太りすぎて着れないみたいなのが多かったの。それが最近ちょっと痩せて着れるようになったから、まあ、出てきたって感じなんだよね。そう。だからね、そう。となるとね、今着てる服ってほんとさ、なんだろう、一週間通してさ、上に着てるのは何着みたいな、2着か3着ぐらいしかないし、そう。下に履いてる、ズボンはね、どっちかというとしないよ、みたいな感じなんでさ、そう。この時期これ履いて、外うろうろしてると頭おかしいんじゃないよ、みたいな感じの、そう、もうモフモフのやつでね。まあ、高いんだけどね、冬はちょうどよかった。うん。そんなの履いてたりとか、そう、ショーツに限っては、3枚しか持ってないみたいな。そう。まあ、そんな感じの、もう、結構ギリギリちゃんの生活してるんだけど、うん。ギリギリちゃんの生活してるんだけど、まあ、それはそれでね、私自身は別に気にならない。うん。ただ、最近は、まあ、先週からなんだけど、休みの金曜日か土曜日の昼間は、ちょっと、外に出て写真を撮りながら、過ごしてたり、動画配信の、そう、エミキャス撮ったりしてた。うん。まあね、多分、この週末ぐらいには、長岡私の町でも、ちょっと桜が咲き始めるんじゃないかな、これだけ暖かいと。うん。そう。まあ、桜を撮りながら、エメキャス撮りながら、動画ね、まあ、私のさ、ポッドキャストだけ見てる人は、まあ、動いてる絵ないからね。そう。まあ、なんだけど、たまにね、動画を撮ったりとか、しながら、午前中を過ごそうかなと思うの。まあ、私はね、私の生活今、午前中がやっぱり一番活動的な時間だから、まあ、朝、もう起きるのは深夜の11時だから、まあ夜中ずっと起きてるじゃん。休みでも。まあ夕朝方お風呂入って、バッチリスキンケア決め、メイクし、出かけようかなと。うん。
そう。だから、まあ、来週以降は、ちょっと小綺麗な私の写真を多くしていきたいなと思うんだけど、まあまあ、私は本当キビ屋さんだから、わかんない。そう。まあ、そういうふうな生活リズムなんだけど、っていうのはさ、久しぶりにね、私がさ、私の毎朝歩いてるのは、今住んでるところは街中から、だから街中から郊外に向けて歩いていって、郊外から街中に向けて帰ってくる感じなんだけど、街中の、もっと街中の方に、この間さ、行った時に、結構ね、街中いろいろなの変わってたのよね。人も前より多く見えた。そう。だから、まあちょっとね、写真撮るのも楽しいかなと思って、積極的に外に出るようにしようと思った。まあそんなわけでですね、出だしは脱毛の話だったけど、まあ後半は、野菜中心の野菜いっぱい食べてますっていう話なんだけど、そう。もうちょっとね、もうちょっとなんかおしゃべりしたいんだよな。まあ野菜というか、まあ食事に関してちょっとお話していきたいけど、私はね、基本的に嫌いなものは何もないの。そう、何でも食べれる。何でも食べれるし、好奇心の方が優先するから、食べたことのないものはとにかく口に入れて噛んで味わってみたい。だからね、海外に行っても、むしろでも何でも食べる。そう。調理さえしてあれば、人が食べてるもんだったら何でも食べれる。そう。人が食べてるもんだったらね、人間が食べてるもんだったら。人が食べてないものをお前初めて食えてやるのはちょっと勇気はないかもしれないな。そう。例えばさ、動物のさ、うんこと一緒に出てきたコーヒー豆を、いってコーヒーを煮出すコーヒーあるじゃない。名前忘れちゃったな。動物の名前忘れちゃったんだけど、そう。まあ、結構いい値段なんだけど、私がもらって飲んだのはね、結構ね、甘い紅茶みたいな香りがするね。本当はなんか、ああ、いい香りだなっていうコーヒーだった。でも、あれを初めて、私が最初にあれを飲めって言われたら、ちょっと勇気がないかもしれないな。そう。まあ、虫料理もね、いろんな数々の虫料理食べたけども、調理したこともない虫料理をいきなりもらって食べるのは、まあ、ちょっとね、今の私にはまだちょっと敷居が高いんだけど、もう調理してある蒸し料理とかは、まあ、全然平気。むしろ美味しい。むしろ大好き。ただ日本でさ、今蒸し料理を積極的に食べようと思ったら、まだまだ高いからね。そう、自分で取ってくるから高いからみたいな。自分で取ってくのさ、まあ、いや、まあね、まあ、もう森も林も多いから、まあ取れるんだろうけど、私はね、蒸し料理食べれるんだけど、蒸しを触れないんだよ。苦手。気持ち悪い。そう。爬虫類とかはね、全然平気なんだけど、虫はね、ちょっと苦手なんだな。そう。だからさ、まあ、ここね、ここはさ、まあ、あんまり、私が住んでるところはあんまり新しいところじゃないから、夏さ、まあ、結構ね、ゴキちゃんが出るわけよ。球界なのね、関係なく。どっか出てきたのか。だからさ、まあ、ゴキちゃん対策用のさ、まあ、黒いさ、なんか、保酸団子が入ってるようなのあるじゃん。あれはね、もう、夏の前に全部買ってきて、入りそうなところ全部四隅に置いてる。で、ゴキちゃん、まあ、それを置く前はゴキちゃんのために見たんだけど、ゴキちゃんが見たときは私は心の中で、今だったら逃がしてあげるから、早く逃げなさいって、ずっと祈ってた。で、私が寝てる間出てきても、音を立てなきゃ私は大丈夫だから、君たち寝てる間出ても私の周りには来ないで、みたいな感じで、ずっとね、独り言、ゴキブリちゃんに言ってた。そう。だからね、ゴキちゃん出ても、叩いて潰すなんて絶対できないし、どっちかって言ったら紙の上にちょっと綺麗に、のっけて、ふって、もう、外に投げるような感じ。そう。でもね、まあ、日本のさ、ゴキちゃんじゃないんだけど、海外でね、やっぱ、カンボジア行った時にさ、ゴキちゃんの料理とかも食べたよ。まあ、全然普通に美味しい。そう。だから、まあ、見た目がどうのこうのというか、まあ、動いてなければ、まあ、食材スイッチが入れば大丈夫。あとね、私はさ、やっぱ世界中のさ、食べたことないものを食べてみたいね。お酒もそうだし、食べ物もそうだし。だからさ、何の YouTube か忘れちゃったけど、気色ハンター。
奇妙な食って書いて、奇食ハンターって言うと検索すると出てくるから、まあ、そこに出てくるような、まあ、料理とかもね、私、機会があったら食べたいんだよね。そう。まあね、私が口に入れた、まあ、臭いものって言ったら、豆腐用もなかなかだったね。ほんとさ、豆腐、まあ、もうあれ、豆腐用だと思うんだけど、もうさ、青っぽいんだよ。豆腐の周りがね、ぬるぬるってした、もう青っぽいさ、もう液体に浸かってて、もうその青っぽい液体の匂いが、もうほんと、ドブなんだよね。そう、あれだよ、あれ、飲食店とかで働いたことある人だったら分かるかもしれないけど、飲食店の、排水口とかに溜まってる、ドロッとした感じ、あの中に入ってるものを食べるみたいな。口に入れるまではものすごい近いんだけど、口に入れると美味しいんだよね。そう。私はあれとね、あれとね、バーボンをよく飲んでたな。そう。あ、もう何だったっけ？何だったっけ？忘れちゃったな。ラガブリン、違うな。ラガブリンは好きだもんな。一本草が生えてる、草が生えてる、バーボンが、バーボン、バーボン？違う、ウォッカだよ、ウォッカ。ズブロッカだ。ズブロッカと一緒に豆腐をよく飲んでたね。ズブロッカも好きだったな。まあ今でも売ってると思うんだけどさ。まあ今は16時間断食やってて、まあお酒はね、正直、百害あって一利ない。体にとっては。特に私みたいに胃も肝臓も、腎臓も、疲れ果ててて、もう再生させたい、再生させるために頑張ってる私にとっては、もうタバコもお酒も、まあもう、摂取しちゃいけないものっていうのだけはよくわかってる。だから、まあ、お酒はね、本当は16時間断食は3年間頑張って、で、本当に体が、軽くなり、腎臓も肝臓も元気になった時に、まあ、ちょっとずつ、ちょっと飲めればいいかなっていう感じで、そう。思ってます。まあ、とはいえね、昨日ちょっと朝すっごい嫌でた時に、もう思わずビールを買ってきてしまったっていうのは、まあ昨日もしかしたらいたかもしれないけど、これはね、飲まずに、兄弟の家に今置いてある。もう、丸くなるな、黒い星になるんじゃなくて、丸くなるな、星になれの、そう、札幌ビールの 500cc はもう、丸くなるな、星になれっていうラベルの方向を向いて、私は今飾ってる。そう、16時間断食が3年間続いた時に飲もうかなと、思ってさ。で、私はね、ビールはね、常温で全然いける方。そう、がっつり冷やしたビールは決して美味しいとは思ってない。そう、ギンギンに冷えた、もう触っただけでもう手がくっつくんじゃないかというようなグラスに、キンキンのビールをくくって飲むのが美味しいっていう人もいるよ、いるよ。私は、まあ、あれは美味しいっちゃ美味しいけど、ビールとしてあれが美味しかったら、まあ、あんまり。そう、海外のさ、ビールみたいに常温で飲むっていうのはちょっと、まあね、どうかなと思うんだけど、常温でも私は全然平気だな。そう。むしろ常温よりちょっと冷えてるぐらい、冷蔵庫じゃなくて、ちょっと秋口に飲むぐらいの温度で飲むビールが好き。まあ、焼酎もウイスキーもね、お酒というお酒は何でも好きなんだけど、私はね、割合と甘ったるいお酒はちょっと苦手で、そう、甘ったるいお酒は苦手で、まあ、梅酒とかちょっと苦手だな。ここら辺ね、梅酒をね、自分家で作ってる人いっぱいいるのよ。そう、まあ、市行っても売ってるしね、梅も詰めるやつも。そう。そうなんだけど、私ね、自家製で作ったやつも、ちょっと苦手だな。飯はね。そう。だから飯は、喜んでもらわない。もちろんさ、梅酒苦手だからいらないとは言わないけど、梅酒、うちにあるけど、いるって言ったら、いるいる、好きよって言っちゃうんだけど、でもまあ、そんな積極的には飲まないかな。そう。だから、人が来た時に、梅酒、そんなに好きだったらあげるよと言ってあげちゃう。そう。そう。だからまあ、結構ね、お酒ももらうんだけど、もらったお酒も、結構みんな人にあげちゃったかな。今はもう全然ない。あればあれだけ飲んじゃうし。まあ、そんなわけでね、今日は、
脱毛の話から始まし、食の話で終わるって感じなんだけど、ここに来てなんか脱毛の話をちょっと思い出したんだ。うん。何かというと、さっきスーパーの時に、スーパーにドラッグストアが併設されてんだけど、そこでさ、なんだっけ、ムースのさ、ムースの、ほら、脱毛剤あるじゃん。うん。塗って、洗い流すだけみたいな。あれが安売りしててさ、900いくらで売ってたんだよね。で、900いくらで売ってて、まあ、1回やると1週間持ちます、みたいな。大体1週間持つので、カミソリよりもいいですよとか、先っぽが丸くなるので痛くないですよとか書いてあるんだけど、まあ、今月はね、ちょっともう、ちょっとお財布事情ギリギリっぽいから、買わずに、来月になって、また同じぐらいの値段になってのはちょっと試してみようかなと思ってます。そんなわけでですね、今日の M キャストはここまでになります。この M キャストの配信は明日のお昼過ぎの予定です。13時にしようか、14時にしようかっていうのはまだちょっと考えてないけど、しばらく13で固定してみようかな。まあそんなわけでですね、また、明日の13時って言ったらどんな人が聞いてるかわかんないけど、まあ、今はね、昔みたいにさ、朝仕事行って夜帰るっていう人もばっかでもないし、休憩時間もまちまちですから、タイミング合う人はお聞きください。もちろんポッドキャストなので YouTube でいつでもご覧になることができます。そんなわけでね、今日も元気なまこねでした。また明日、明日も頑張って発信できるようにするよ。バイバイ。あれ？止まらない。ここでさ、しっかりやらないと、また、